ポリトラー N450、取っ手および折りたたみ金具の交換手順。長年使っている中での金属疲労や樹脂疲労、衝撃などにより、取っ手部分が破損してしまった場合は、取っ手および折りたたみ金具を交換すれば、継続して使うことができます。N450 を寝かせて、固定ボルトを緩め、取っ手を外します。次に、折りたたみ金具を固定しているボルトを緩め、折りたたみ金具を外します。それでは、新しい折りたたみ金具を取り付けていきましょう。新しい折りたたみ金具を本体に取り付け、ボルトで固定します。次に、ハンマーを使って、取っ手を折りたたみ金具に奥までしっかりと差し込みます。取っ手が破損している場合は、この時に交換してください。取っ手を差し込んだら、寝かせてボルトで固定します。これで折りたたみ金具の交換完了です。ご不明な点は、矢崎加工製品取扱店またはお客様相談室までお問い合わせください。